皆さんこんにちは。夢咲の妖精路上のぶどうちゃんです。コメント欄で声が聞きづらいという意見をいただいたので、ワイは今回を入れてあと2回で降板になるみたいやけど、今回も姫路の話題を3つ取り上げたので最後まで見てくださいね。お聞き苦しい点があるかもやけど、ご容赦くださいませ。マハロハワイがフェスタビルにオープンするみたい。マハロハワイがフェスタビル4階のゴッド姫路駅前店跡に9月上旬にオープンするようです。住所は兵庫県姫路市駅前町 363-1 フェスタビル4階こちらです。姫路市民なら誰もが知っているフェスタです。フェスタビル4階のフロアマップです。タウンワークによると、オーナーが3年間過ごしたハワイへの感謝の気持ちを込め、ありがとうハワイをコンセプトにしたハワイアンレストランになるようです。また姫路にいながら旅先でのリラックスした時間を楽しめる空間と、パンケーキなどのハワイアン料理を提供してくれるようです。ここに来れば気分も明るくなりそうですね。マハロとはありがとうという意味のようです。8月8日日曜日に開催を予定していた姫路未来フェスティバル2021が中止になったみたいです。公式ホームページによると、この度8月8日日曜日に開催を予定しておりました姫路未来フェス2021は、コロナ感染急拡大に伴い姫路地域にもまん延防止措置が発令されましたので一旦中止となりましたとのことです。動画を編集中に気づきました。開催予定の動画を作っていましたが、急遽作り変えました。コロナの状況を鑑みまして、秋以降の延期も検討しております。と、記載もあるので、楽しみに待ちましょう。姫路赤十字病院に、禅の禅がオープン。実際に食べてきた。禅の禅、姫路赤十字病院店が7月1日にオープンしたので、実際にクロミンが食べてきました。住所は姫路市下手の1丁目 12-1 姫路赤十字病院内ペットコミュニティ棟2階です。12所前線を挟んで向かいにはマクドナルド姫路夢咲橋店があります。こっちにはカツヤ兵庫姫路西店があります。こちらの姫路赤十字病院内ペットコミュニティ棟の2階です。公式ホームページに7月1日より姫路赤十字病院店に禅の禅がオープンいたしました、皆様のご来店をお待ちしておりますと開店の案内が掲載されていました。ということで実際に食べてきました。健康週替わり定食888円税込みです。メインのよだれ鶏です。炒めたネギとごまや醤油系のタレがかかっていました。また豆苗がトッピングされていました。やや濃いめの味付けでしたが、柔らかくて美味しかったです。小鉢です。キャベツと昆布の佃煮の和え物でした。小鉢その2です。人参の入った切り干し大根でした。ご飯です。白ご飯か健康ご飯を選べたので、今回は健康ご飯にしました。黒米が入っていました。メニューです。この日はすでに健康日替わり定食が売り切れていたので、健康週替わり定食のよだれ鶏にしました。柔らかくて美味しかったです。店内にはイートインのコーナーの他に、お弁当やパンなどの販売コーナーもありました。健康的な料理は嬉しいですね。ということで、本日も僕、夢咲の妖精、路上のぶどうちゃんがお届けしました。最後は、夏休み姫路駅前芝生広場の様子でお別れしましょう。皆さん最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。